はいね、帰ってきましたね。俺今思ったんだけどさ、あれさ違うよね、あれ多分ヒュンダイだよね、あれね。ね、チェック来てたでしょ。え、あれ、え、なんかちょっと分かんない。あのさ、今のこのコンビニの店員完璧はコミュ障でしょ。値段ぐらい言えよ。いるんだよね、ほんと。俺この間さ、ちょっと話ずれるけど、ラーメンをさ、女と食いに行ってさ、家系なんだけどさ、家系ってまあ柔らかめとかいろいろあるんだけど、で俺が言って女が言ってさ、隣の客にも店員が聞いてたんだよ。お客さんお好みはって言った瞬間にさ、その男の客さ、顔真っ赤にしてさ、いやいやいや、僕ちょっとそういうのちょっといや、あ、いやちょっといいって言ったからさ、すげえテンパっちゃっててさ、もう俺と女笑いこれるのマジ必死だったよね、マジで。本当にやばかった、あれ。あ、本当にこういう人いるんだなと思って、あれマジで。俺今ね、私酒でチーズ食べます。あれね、この時間のご飯はまずいからね。あれ、私携帯どこ行った。はい、ネクスト。どうまで話したっけ。あ、これね、飛び出す方も、ごめんね、ちょっと食いながら喋って。飛び出す方が悪い方が事実であることは変わりないし、事故と恥ずかしいことがない。ご指摘の通り。しかし自動車学校でこう習わなかったか。歩行者第一優先、道路を渡りたいと思う人間が見える限り横断歩道でなく、なんだ誰こいつ、このちょ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 、おおちょ、待って、な、なんなのこのキャ、あ、痛い。なんでその後ろの狭いとこ、隙間と抜けて帰んのかな。まあいいや。この、ん?道路を渡りたいと思う人間が見える限り横断歩道でなくても、車は譲らなくてはならないこと。そうなの?すまん、私国際免許だからわからないんだが。この場合は自転車が見えなかった。しかも飛び出しでドライバーの方はびっくりされただろう。いや、めっちゃビビったな。ただ見通しの悪い場所は徐行しなければならないとも習ったはずだ。全く自転車の人間をかばうつもりなどないが、歩行者優先ということは変わりない事実だし。あ、画面消して。ん?事実だし、ドライバーの方はもう少し徐行しても良いのではなかろうか。先の信号は赤だった。ましてや優先されているものに怒鳴るということはあってはならないはずだ。私は一般道で横断歩道がないところでも、車の流れを乱す心配がない限り歩行者に水を譲るより、いるいる、いない。俺が今走ってるでしょ。で、俺の前に車が1台います。おい、そいつと俺しかいねえんだよ。なのに急に止まって右折を譲るやつとかさ、いや俺とおめえしかいねえからみたいな。私は一本でない限り道を譲るようにしてる。私も車が好きでそこそこいい車に乗っている。いや別にいい車とか別に関係なくね。見たところドライバーの方の愛車はセルシオですかね。いい車だ。だが威嚇挑発することはいい車にプライドに傷がつく。いや、いい車のプライドに傷がつくって、車にプライドねえわ。いい車には一流の紳士が乗るべきだからだ。道路は車だけが通るように設計されてはいない。自分の道と無意識に勘違いしている方には、ぜひ改めていただきたい。うん、長文失礼いたしました。すまん、なんかさ、ごめんね。もう論破していい?うん。そもそもこれ、自転車だから。ね、軽車両だから。ね。歩行者じゃねえから。うん、これがまだね、歩行者が飛び出してきてんだら、まあまだわかる。いや、そもそもこいつ自転車だから。ね、自転車でこれ横断だから。あそこ見てねえか、標識見てねえからわかんねえから、横断禁止じゃねえの。あの新宿。いるいる、こういうやつ。ね。いや、歩行者だったらまず言ってることはわかるけどさ。だってさ、この子のさ、ゆうくん?この子の理論で言ったらさ、だってじゃあ、信頼の原則はどうなっちゃうのこれ。ねえ。だって道路ってのはさ、この交通社会ってのはさ、信頼の原則でさ、成り立ってるわけだよ。この子の言ってるさ、ことで言ったらさ、常に事故は予測して走んなきゃいけなくなっちゃうわけだよ、これ。だってそうでしょ、ここは助走、ん?なんだっけ、徐行する、もっと徐行するべきだとか、なんかいろいろなんか書いてあったよね、言ってたよね、言ってなかったっけ。だってそうでしょ。だってさ、もう走ってても、1分1秒それをさ、予測してたらさ、ねえ、ねえ、ドライバーみんな走れなくなっちゃうよ。ねえ。だってそうでしょ。ね。じゃあ俺がまっすぐ今青信号走ってます。青信号です。ね。じゃあ右折車います。あ、右折車が急に発進してくるかもしれないとかさ。ね。交差しているそのじゃあ信号ね。俺の方は青だけど、その交差してる方は赤でしょ。でもこいつもしかしたらさ、いきなりテンパって赤信号から出てくるかもしれない。ね。ね。
じゃあこの子の言う通りさ、じゃあ道を、あ、道路で、じゃあ、もういや、右折車だったら右折車譲りました。ね。右折車譲ったけど、譲られた方ね。俺じゃなくて。俺が譲った方の対向の右折車も、あ、この人直進車譲ってくれたけど、ちょっと私今僕もたついちゃった。やばい、この瞬間にまたこの車、直進で出てくるかもしれないとかさ。ね、いろんなことを考えてさ、走んなきゃいけなくなっちゃうわけじゃん。この子の、ちょっと、避けるチーズが、なんか鼻に、星屋みたいに出てきそうなんだ、これ。だってそうだ、そうでしょ、この子が言ってることは。だから本来優先ではない他の車のこととかにもいちいち目をね、当てて走んなきゃいけないわけじゃん。そうしたらだって運転できないよ。だから、交通ルールってのがあるんだよ。ね。右折車は直進車を妨害しちゃいけない。ね。左折車は、右折車は左折車を妨害しちゃいけない。さ、左方車優先ね、直進優先ね。そういうのが全部決まってるわけじゃん。でもこの子のそれで言ってたらさ、もう全部優先しなきゃいけないじゃん。何？じゃあ、そのさ、まあいいや、この辺だったら二国とかでもいいや。二国とかさ、そのでかいとこでもいいけど、じゃあそういうのでも必ず譲んの、この子は。そういう妨げるあれがねえんだったら。何言ってんだ、この子。だってさ、まあこれ言ったらね、またこの子もし見てたら、ああ言えばこう言うってなっちゃうかもしれないけどさ、だからそれを防ぐためにさ、道路交通法があるわけじゃん。で、てめえフルスモがあってまた始まるでしょ。だからね、直進車は優先なんだわ。ね。で、さっきも言ったように、右折車は、直進車を妨害してはならない。で、ね。先行車両の右折左折を妨げてはならないとかさ。ね。赤でさ、赤、それこそ赤信号は止まれじゃん。ね。赤信号は止まれの命令だけど、青信号はさ、ね。なんか、そうだったよね。俺、なんかそんなの覚えてるんだよね。だからそこで、ね、お互いがそういう法律を守ってる上で、ね、まあ、フルスマを置いといてね。置いといて、ね、信用することで、交通が成り立ってるわけじゃん。信号は青、赤、渡っちゃいけないとこではダメ。ね、横断歩道上に人がいたら譲んなきゃいけない。そういうのが全部決まりがあるわけじゃん。はい、いや、絶対この子なんか私、もういい車そこそこ乗ってますがってか、絶対嘘だよ。これ持ってるよ、これ。ね。だってだよ、俺は、いや、わかんない。実際あれ跳ね飛ばしてねえからわかんないけど、まあ、車が悪くなるのは確かだよ。あんなドライブレコーダーあったって、ね、64とかじゃない？なんかこいつ赤信号とか言ってたけど、いや、そもそもあれ、右曲がって左曲がってそこでの出来事だから、その手前で信号見えてねえよ。ね、結果論だから。ね、あれわかんねえけど、ね、実際跳ね飛ばして事故ってないからわかんねえけど、ね、当然あいつ、あの場合はだって信頼の原則は成り立たないよ、あそこでは。わかる？成り立たないでしょ。あんなとこから車出て、車の隙間からバイク、チャリンコ出てくるなんて誰が予測できるよ。ねえ。そういう場合は、あれなんだよね。過失が、まあ出てくるけど、まあ、いや、結局でも車、まあ結局はね、車悪いんですよ。ね。まあすいません、はい。うん、まあ、そもそもね、まあ、そもそも軽車両だから。ね。うん。はい、NEXT。どうするでも腹減ったのかな。避けるチーズだけじゃちょっと。これうまいよね。あ、NEXT。次、罪悪ね。気持ち悪い。標準語マジ気持ち悪いわ。なんやねん、この喋り方。我。また、これなんなの、それ。お前の喋り方マジ気持ち悪いわ。〇〇じゃねとか、なんなんその喋り方って。え、なにそれは何？ちょっと待って、全然待って、ごめん。ちょっとね、時代が飲み込めない。さあ、これ、この間も動画で言ったけど、何その、わかんない。これ、この子、これ、関西弁なのかさ、どこの言葉だかわかんないけど、ねえ、それ何で、標準語が気持ち悪いってさ、で、標準語でしょ？あとはさ、この、〇〇じゃねって言うけどさ、これってあれなんでしょ？俺、うちの女も一人言ってたんだけどさ、これって何横浜弁、何方言なのこれ。なんとかじゃねってつって。一人にすげえ言われたんだよね。その女と会ったばっかの時に。そいつ、岩手出身の女でさ、こっち来た時に言ってたんで、あ、ほんとだ、横浜、その、知り合った時に、あ、ほんとだ、横浜の人ってなんとかじゃん、なんとかじゃん、とかさ、なんとかじゃねって言うんだね、と言われてさ、なんかすげえバカにされてる感があって、なんなのつったら、いや、横浜に引っ越すってなって決まった時に、テレビとかいろんなの見て、言葉遣い勉強したんですよ、ってその時当時言ってたんだよね。じゃんとかじゃねって何？横浜の言葉なの？いや、俺、生まれた時からずっとね、この言葉だからさ、日本語。
いやそれ気持ち悪いって言われてもさ、いやそもそも なんでそもそも標準語がディスられてるの、おかしくね。あとこれなこれ避ける地図危ねえな。いや今とかもそうでしょ、危なくねとかさ、そうじゃねとか、なんかこれなんか耳に触る人は触るらしいね、髪に触るらしいね、この喋り方ねって言われてもさ、まあいや標準語なんだか、うん、横浜の言葉なんだかどうだかわかんないけどって、うん、言われたのがあった。はい NEXT。 あほらまた来た、ほら本当にヤーさんなら自身に非があるのに、肩着相手に組の名前出した時点で組の看板に泥塗ったありさらしということで、だからもうテレビを見せげ。うん、あとこれね、なんでおめえ警察にタメ口なんだよ。いや何別によくね、あ俺よくねこれもね、だっていや普通に警官も俺にこれタメ語確か使ってるから。うん、はい NEXT。 ヤクザでも下手すりゃ喧嘩売ってきたやつに詰めますからね、てんてんてん。実は僕過去に一度ガチモンのヤクザに喧嘩売ってしまい、危うく詰められるとこでした。本当に生きてれば確実に痛い目に遭いますからね。この動画の場合投稿主も相手も大人げないと思います。投稿主は喧嘩腰だし、警察にはタメだし、タメだしな、タメ口、これタメしか書いてねえが、自己中丸出しですわ、呆れました。なこの方が何が言いたいの、危うく詰められるの、まあ、さっきこの間の大悟の話じゃねえけども、俺らなんてお前人生で何回詰められてんのよな。あって言うとまた過去の栄光とか始まるんだけど、別に栄光なんて思ってねえし。いやそん時はね、そん時でさ、それかっこよかったね。もう今の子たちの分かんないでしょ、さっきも言ったけど。投稿者みたいな子、学校でいじめたくなる。実際似てる子、てん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 、わら。あ、これヤクザの動画ね。絶対これもう子供でしょ。ねえ。次。日本も世の末だな。ん？いや、ちょ待てよ。ちょ待てよ。もうそもそも違うじゃん。日本も世の末だな、じゃないでしょ。日本の世も末だなでしょ。もうさ、頼むよ、ほんとに。うん。日本も世の末だなっておかしいでしょ、もう。ねえ。日本の世も末だなでしょ、もう勉強しよう。ね。うん。今日はね、これコメント今返したけど。うん。なんでわざわざ煽る言い方してんの。あ、これだから分かってない子にも言うけどさ。いや、だってあれ面白いじゃん。これでも黄色書かれてるけどさ、お前結局幅寄せしたんだろとかさ、なんか色書いてあるけど、はあどっちもガキだわ、てんてんてん、周りの迷惑考えろや、クソバカドアホアンポンタンナポリタン、何言ってんの全然やろね、もう訳あかめと同じレベルのこと言ってるよね、ほんとね。なんだこいつ、どっちもどっちじゃん、全く一緒にしか見えん、二人とも池、あ池ってあれね、神妙に折れるの方ね、お行きなさいってやつね、釈由美子ね、あなた扱いだって。なんで口論から始まるの、検証できないじゃん、ちゃんと幅寄せしてるかどうか走ってるところから見せて。まあだからこれね、だからね、分かってない子もいるかもしんないけど、だからほらまだこいつかっこいい、ちょ私弥生県行く、決めた、お腹すいた、避けるチーズじゃ無理。いやだってあれ面白いじゃん。いやじゃあいいよ、 100歩、いや1000歩、1万歩譲ろう。水うめ。いや、100歩譲ろう。いや、1万歩譲ってもいい。じゃあ、もし俺がね、本当に幅寄せしたとしよう。ね。もし幅寄せをしたとして、あの LS ね、あの LS が絡んできました。もうその時点でね、絡まれる意味ねって話じゃん。いや、思わない？じゃあ、所詮それほどのね、LS なんだ、あの、ジジイは。みんなさ、いちいち幅寄せしたとかで喧嘩ね、あんな風にあいつ売ってるんでしょ、あいつは。だから。ね。わかる？あいつはそういうやつなんだよ。虎のね、意を借りる狐なんだよ、あれは。いっつもあえてビビらしてきて生きてきてんだよ。もう、子供の、いくつか知らねえけど。ね。そもそもそこじゃん。幅寄せした、なん、して、してないなんてどうだっていいんだ、俺は。あいつがね、その、もうヤクザってやつは認めてんだから。あそこでもう途中でビビっちゃって、もう捕まりたくねえからさ。ねえ、やめちゃってるけどさ。もうあいつはあそこでもう、さっきも言ったけど、アンに、もうアンに俺らを脅しにかけてんだから。わかる？アンにね、さっきも言ったけど。
確かにヤクザって言葉は出てねえけど、もうあれであいつは脅して生きてきてんの、いつもああやって。で、いろんなやつにああやってさ、ね、俺らヤクザもんだぜってことを、暗にちらつかせてさ、脅してんだよ。それで楽しんで生きてきてんでしょ。ジャニーがだっていちいちさ、そんなドアパ、ドアパンじゃねえ、幅寄せごときでさ、絡まないでしょ、そもそもが。思わないって俺思うんだよね。で、なんか動画のコメント見てるとさ、みんな、幅寄せしたんだろうとかさ、ねえ。で、あれは、いや、なコメントにも書いてあったけど、なんでわざわざ煽る言い方してんのとか、いや、面白いじゃん。あれでワンチャン、あいつあれで捕まってみ、ほんとに。あれだ、暴力行為処罰法違反なんだから、ってか、何あれ、水、こんな近寄りたくねえんだよ。何粉、あ、ごめんごめん、黙っちゃった。で、面白いじゃん。あれだって、あれ、まあ、多分横浜だったらやんねえだろうね、あんなの。あ、警察がね。あれ、新宿池袋とかあの辺だったら、あいつ、キャンペからパクられるから、あれもう。ほんとに。だからあいつは逃げたんだよ。ね。恐喝でも脅迫でもねえんだわ。ね。もうダメなんだって、そういうふうにね。たとえヤクザって単語を出してなくてね、俺からね、言わせたのかもしんないけど、ね、それでもあれはもうダメなんだから。ね。それであいつワンチャン行ってみ、懲役。あんな懲役太郎みたいな格好してんだからさ。ねえ。どうせあれだってあれだろ、あれ組の車だろ、あれ。ほんとに。まあ、どっちでもいいけどさ。取締り回避しました。で、なんか今、このコメントにもこれ書いてあるけどさ。この LS のおさん。相手がペントレーだったら絡まないのか。いや、だから遅延自治だから、ね。この子にも言うけど、だから別にそもそも車で喧嘩してんじゃねえんだわ。ね。いや、そんなこと言ったらじゃあ何、ファントム乗ってる人が偉いんですかとかなっちゃうよ。ね。関係ねえじゃん、そんなの。ね。じゃあ何、ねえ、それこそさ、高い車だったら何やってもいいよ。じゃあベントレーだったらさ、俺フライングスパー欲しいんだよな、あれ。ねえ、まあベントレーでもさ、何でもいいよ、高い車だったら。ね、だったら何やってもいいのっていうことになっちゃうじゃん。もうその時点でもうこのコメントしてる子もちょっとだから、ちょっとコメントのあれが違うよね。ね。もうこの動画もなんかずっと多いよね。あれ、これしょうがない。あ、これね、このさ、今さ、これ黄色で言ったけどさ、これなら、あの後輩と乗ってるやつじゃ分かる、あの鶴見の2国のやつ、職質拒否のやつ。そう、あれでも、そう、あれでもあったんだけどさ、間違ってた、ちょっと待って、今コメント探すわ。さっきあったんだよ、それ。あ、これ他の子が間違ってたらごめんなさい。41分53秒、赤信号じゃないって聞くんだ。で、来たから俺がね、だったら何なのって、まあ、返したんだよ。そしたら他の子がさ、だったら何なのじゃなくて、あ、ね、注意されてるんだから、で、あ、ね、赤信号だったね、次から気をつけるわとか言えねえのか、それが大人の対応だろって来たんだよ。で、俺が、はい、別に開き直りじゃないけど、赤信号だけど何なのって聞いただけだけど、じゃあ君は人生で一回もこのタイミングで行ったことないわけって俺が聞いたんだよ。いや、だってそうじゃん。まあ、もし見てない子いたらそこ見て。ね、いちいちそんなあんなタイミングで止まってたら切りねえよ。だからこの子俺運転してないと思うよ。多分。いや、わかんねえけど。ふふ。だってそうじゃない？あんなのいちいち止まってたらさ、で、俺がまた行ったんだよ。気をつけるわって、あのタイミングで止まったら後ろの車にかまほられるわ。てか別にこんなタイミングの赤信号でいちいち言われる意味ねえけどって。あ、意味ね、どうでもいいけどって送ったんだ。で、そしたらなんかスタンド1個。もうダメだね、これね。スタンド1個分空いてるじゃん。この距離なら止まれるとか。いや、だからじゃあね、じゃあ言うよ、じゃあこの子に。じゃあね、どうしよう、いや、いいけど、なんだ、あいつどうした、事故多発エリアです。なんだ、あの黒。え、何、どうしたの。だったら言うけどさ、じゃあ、あれはな、じゃあ、そのスタンドまで何メートルあるのよ。って話じゃん。そんなスタンド何メートルとかさ、ねえ、いろいろあるわけじゃんよ。
空想距離とかさ、ね、制動距離とか、それを分かっててさ言ってんのって話じゃん。そもそもだから俺らじゃあ何キロ出てんのって話じゃん。いや思わない。でもしじゃあこれ見てない子いたら、それちょっとあのかまどのやつ見といて、あのかまどだっけ、このやつ見といてね。いやあれ絶対止まれねえから、あんな後ろに車いてさ、ね。だって、ね、じゃあいいよ、仮に100歩譲ってさ、あれが60キロ出てる、まあ多分60キロぐらいだろうな、あれ来り込んで走ってるからさ。ってことはだから60キロってことはさ、だから1時間が3600秒だから60キロ割る3600でしょ。だから0.01666 とかでしょ。ってことはだよ、そうすると1秒で16メーター進むってことでしょ。違う？俺こんな偉そうにさ暗算しといてこれ、ま、間違ってたらさ恥ずかしいよね。いやそうでしょ。だから1メートルで16メ、1秒で16メートル進む計算でしょ、あれ60キロ出てたら。そうだよね。違う？そうだよね。待って、そうだよね。ちょ、今あのこれもし今聞いてて電卓出せる子いたら電卓出しといてって話でしょ。ねね。でつまりだよ、ってことはやめ、俺 U ターンできねえんだ、弥生県だもん。1秒に約16メーター進むんだよ。でこのセルシオがさ、あこれこんなこんなタイミングはいかねえよ。今だってこの30キロ出てねえしさ、一般道事故多発エリアです、うん、ね。じゃあ このセルシオはだいたい全長 5メーターあるんだよね。でスタンド1個分たり言ってんだよ。で俺が見るからに多分あのスタンドで15メーターぐらいあると思うんだよ。まあパッとにね測ってないから分かんないよね。あの一時重箱の隅つつくことやめてね。チーズ食ってから口がすげえ乾くんだよね。まあ仮にスタンドがさ15メーター20メーターあったとするじゃんね。スタンド1個分空いてますって言うけどね、もうその時点でもうそこで計算した時に違うわけじゃん。仮にだから15メーターだとしても、もう俺は時速60キロで走ってるから、時速60キロで走ってたらね、走ってたら、ね、うん、走ってたらだよ、もうあれは止まれないわけなんだよ。あそこでブレーキかけてももう、ね、空想距離、制動距離とかを考えると。何言ってんだと思う。そういうのはなんかね、私たまに反論するよ。うん、たまになんか言ってる、いや、ちょっとこれ言ってることおかしいんじゃないって。それ以外はなんか勝手にやらしようけどさ。ね、だそうでしょ。だって空想距離危険を感だから、あブレーキかける、あブレーキ止まんなきゃ、ブレーキかけるよってブレーキをつけ始め、んブレーキをそうだよね、かけてから車が進む距離だよね。止まれるわけねえじゃん。あれほんと止まったらだってねえ後ろの車にお前怒られちゃう、うん、それこそ言われれば後座急ブレーキ踏んだんですって言われちゃう。だね、そういうのが多いんだよ、なんかコメント。どうするこれ、弥生県。そもそもちょっと、計算合ってるよね。ちょ、あの、誰かポチっといて。ちょっと、あやっといて、電卓で。この先、一般道、その他待ち伏せエリアに注意してください。マジ、こういうやつ気持ち悪いよな。まあいいよ、もう何でもいい、何でもいい。気持ち悪くてもう何でもいいよ、もう。この先、一般道、左方向に。でも全然話変わるけどさ、さっきのあのサンクスサークル系、あれ何だったの、あの車何だったの。もうずっとデモネアかと思ってたんだよ。なんかヒュンダイっぽかったよ。いやあれ作りかっこよかったな。あの126のね560みたいだったよね。このちょうどこのなんだっけ大黒の動画のあれにも来てるけど、うん、ちょっと話あれね、ちょっと車の話するね。じゃああの俺がね、俺これは俺ね、だから他の子はどうでもいいから、うん、他の子は何、うん、これはね、あの批判コメント受け付けない。一番かっこいいと思う車は126の560のベンツね。あれ560のね、 SEL はもうミスターヤクザでしょねえ。ボンネット投げはボディ投げはトランク投げはでさ、であのベンツマスクじゃん、すごいよねあれ。うん、あのベンツはすごいよね。で次が140の600。ああ一だからかっこよさで言ったらどっちだろう。威圧感で言ったら個人的には560のがだい、あの126のが威圧感はあると思う。でなんかなんなでもどうだろう。
あれだよね、140がダイムラーの最後だよね。ダイムラー最後のあれだよね。そうだから、ダイムラー時代の S クラスがいかにかっこいいか。 S クラスとか、だからそのフラッグシップがほんとかっこいいよね。やっぱ未だに140、すげえな、未だに140見るとおっと思うもんね。126とかも本当にすあらかっこいいよね。140僕さ、その辺ねボンネット開けて止まってたらね、本当あれすぐ壊れるからね。ね、でやっぱさ、ダイムラー最後じゃん、140までが。んでその後220になってさ、やっぱ作り変わっちゃったよね。なんか220はさ、あのカールソンとかあの DTM が出てきてさ、ちょっと走りが変わったよね。あの126と140だけはやっぱね、さっきの何、車で喧嘩してんじゃねえんだよって話じゃないけど、うん、別にたとえセンチュリーが来ようが何だろうか別に俺は何とも思わないけど、やっぱね、126とやっぱちょっと140、やっぱ今冷静に考えるとやっぱちょっとあんま近づきたくないね。ねえ、すげえな、何なのハイエース。うん、14、そうだね、140と126はちょっと近づきたくないね。やっぱ今でも近づきたくないね。ねえ、140もかっこいいよな。あー、今日築地でいたな、140TL2 本ついて。あー、あれかっこよかったよ、あん時ね。うちらの時代はさ、ほら自動車電話がね、ステータスだったじゃん。オッケー、しもしもバブリーじゃないけどさ、ね、あん時に車載電話ついてた人はもうすっかっこよかったよね。ね、あのドコモの TL ついてさ、それじゃねえけど、だから140がそうだよね。ねえ、あのバブリーだよね。あれ違ったっけ、140と。あれ140の世代っていつだったっけ。あ、ちげえか、140はもっと後か。あれ140っていつだっけ、91年とかな、そんぐらいじゃなかった、違ったっけ。あ、いや、まあ、いや違う、いやいや、それはあの140の時代ね。うん、それはバブリーはもっと全然前だけどさ。そうだ、かっこだったよね140。あの今日のあのさ、横のこのガラスがさ、合わせガラスの防弾みたいな作りになって、防弾じゃねえけど合わせガラスになっててさ、かっこいいんだよねあれ。って俺こっち来たけど、どうするこれ、どうしよっか。まあまあいいや。あ、いや、じゃあそこのちょっとそこ行っとく、あの中村文治行っとく、この間神奈川本部行ったから。まあコメントこんな感じかな。だから、いや、その最後のね、赤信号のはどうなのと思うけど、腹減ったな。はい、次。もう、なんだ、どうしたんだこれ。つつつつつ、ごいおおおおまわり、なんも、なにこれ、どうしたのこれ。もう意味わかんねえよこれ。大国ね、あ、このあこのあクエスチョンマーク、この子もアンチだよね。よくいろんなの来てるよね、さっき見せたけど。じゃあ次この子いいよ。車好きって言いながら型式と車名しか言ってないよ。いやいや、それ以外何が、 なんていうの、いちいち、じゃあ1で1台言うの。な、何言ってんのこの子。いや、そうでしょ。じゃあ何、そのいちいちその1で1台解説した方がよかった、この大国のやつね。じゃあ私の乗ってる車からってね、 UCF30 ってね。だからこれ俺エアサスじゃないからね、31じゃないから30。もうだから、もうとりあえず何が何でも言いたいんだろうね。いや、こんなの行くでしょ、こんな信号。すまん、そこ今右パトがいたんだから。だから中村文治帰るでしょ。お、まっすぐ行ったね。ここあれね、よく一時期あの踊る大警察で出てたの、あれね、機捜隊とジラ隊の本体ね、こう中村文治、これ。まあ所詮こんなもんだよな。分かった、今立証、まあ今パトカー映ってなかったけどね、このカメラで映ってないけど、あのタイミングで行ったっていちいちね、大変なんだよ、みんな捕まえなきゃいけなくなっちゃう、みんな免許なくなっちゃう。うん、まあだからもう、だからこのあってこはもう完璧なあれだよね、もう重箱の隅つつくやーつーだよね。いや、それ以外に何があるんだよ、社名と型式以外に何があるんだよ。いちいちそこの、ね、長所短所言ってくわけよ。
車好きって言いながら型式と車名しか言ってねえじゃん、車名しか言ってねえじゃん、それ以外何がある。はい、ネクスト。なんかこれ見てるとあれだ、なんか私田舎ですけどフルスも切られましたって言ってるね。田舎の方が多分多いんじゃない、やること多い、少ねえから。基本だってこっちは後期体はさ、やっぱイエローカットとかさ、あのソフトリじゃんね。え、まあ携帯電話とか見えるのはやるけどさ、フルスもフルスもって違反なんだから意味わかんねえわ。だったらサングラスかけろよ。いや俺さ、俺一人友達でもいいんだよ、グラサンかけて運転するやつ。いやだってグラサンかけたら運転するんって見にくくない。いやだってさ、俺のそのこの銀座の動画でもこれ見せたけど、だって俺のはこのもうほぼスケスケなんだからね。サングラスなんてかけたらだってもう全部フィルターかかっちゃってんじゃん、もう。はい、大工ね。もうこれダメだな、これもう。トヨタ出すか。なんだよ、この間さ、全部に、バンパーやられたじゃん、ほら、かまほられたじゃん。あの時にね、全部整備もやったんだよ。オルタネーターとかいろいろ変えてさ、俺、これ今18万キロぐらい走ってんだよ。なんだよ、その時によ、ブッシュ出りゃいいのにさ、また預けたの、お前、まただよ。またフィルム剥がして。ってことを、さっきのコメントね。だから、いや、わかるよ、心配してくれるのは。そういうことなんだって、いちいち剥がしたり貼ったりしなきゃいいんじゃないですかって言うけど、それは、俺の自由じゃんって話だったのね。はい、ネクスト。はい、次タイプ。俺らの時代はさ、が余計。いやいや、余計って言われても、だって、いや、そうだから、それをそのまま言っただけじゃん。次、銀座ね。バカって目立ちたがりのくせにスモークやるから笑えるような。いや、なんかもう意味が、もうそもそも意味がわからんの。目立ちたがりのくせに何スモークやるって、何それじゃいけない。何全然ちょっと分かってない。全然意味がわかんない。はい、ネクスト。いや、よけどうしよう。いい年して結婚しないだけやで。何？ああ、これだな、台場のやつね。うん。なんだこれ、いい年して。いや、じゃあ、すまん。すまん。じゃあ、佐藤祐介くん。いや、すまん。じゃあ、教えてくれ。じゃあ、いい年してって言うけど、この結婚の適齢期っていつなの？そもそもじゃあ。ねえ。何言ってんだ、こいつ。黙れ、ほんと。黙れこそ。じゃあ。はい、さあ、何の真似でしょう。NEXT。 女の子と車に二人きりで夜走れるなんていいな。何言ってんの、どうしたこの子。小学生かな、これ。多分お台場はご飯美味しいから黒さんが連れて行ってあげたのかな。この子なんかちょこちょこ米くれる子だね。なんかちょっと日本語違和感があるの、気のせいかな。多分お台場はご飯が美味しいから。多分お台場はご飯もなんかちょっとおかしくないかな。まあいいや。大人なら敬語ぐらい使おうぜ。ああ、またこのヤクザで、そんなに何、その警察官に言ってるタメ語って何、そんな悪いので。じゃあ逆に聞くけど、さっきも言ったけど、じゃあ警察官も俺にタメ語で多分俺喋ってたと思うよ。俺にそんなさ、会社で話してるとかじゃねえんだからさ、うんなこと言う、また他の子はね、うんなこと言うお前のコメントがタメ語ってのはいいのって。あ、そんなこと言うお前のコメントがタメ語ってので笑えばいいって来てるのに対して、またその子が言葉足らずだった警察官とかリアルで初対面の人とは敬語で喋ろうぜってこと、ネット上のコメントはまた別。いや、もうそれさ、すまん、都合良すぎじゃない本当に。だからもう全然やから、もう絶対頃がもうね、もう中学生決まり。はい、ネクスト。じゃあ何、ネットじゃない、何、ネット何言ってもいいの、そのさっきのさ、差別とかもそうだけどさ。お前の車も十分に恥ずかしいよ。
いやだからそれはまあほら人それぞれのあれだから別に俺はどうでもいいと思う。いやそうでしょ、走り屋の人からしたらね多分こういう車嫌いなんじゃない、まあ、俺は車全部好きだけど、うん、で一番好きな車はさっき言っただから126と140ね、とあと71とか81、7181もかっこいいよね。81なんてさ、多分これは俺より年上の人となんてすごい共感してくれると思うけど、81ってさ、ヤンシャにもいけるしさ、走り屋にもいけんだな、81、特にマーク2ね。小さクレスターなんかどっちかって言ったらもうさ、なあ、まあ、3兄弟全部か、うん、特に81ね。81のマーク2はほんとかっこいいよね、あれあれ、ヤンシャにも行けるしさ、走り屋にも行けるしさ、ドリシャでも行けるしさ、ねえ、TL 立ててさ、で、トランクにさ、ブーメランつけてさ、よくいたよ。あと130ね。この間の大黒にいなかったけど、31もシーマもそうです。130ね。130のクラウンもかっこよかったよね、V8 でさ、竹槍つけてさ、あんなの周回中来たらね、もうヒーローだったよね。国産だとね。でそこに126とか来るともうみんなパーって逃げちゃうからね、はい潰し来たよって、はいネクスト。運転席助手席に貼っていいスモークは確かもう確かでダメだよね、うん、確か投下率 75% 以上ならいいみたいですよ。いやだからそのさ、その確かっていう時点でそういうのコメントしない方がいいと思うよ。広松くん、あのだからここは助手席運転席はあれね、貸し線投下率 70% ね保たなきゃいけないの。ちなみにそのまたこの下にさね、なんかフィルム貼っても OK って書いてあるけど、厳密に言ったらだよ、ここの助手席運転席はさ、もうすでに純正のこのスガラスでもう 73% とか 4% なんだよね。もともともう色入っちゃってんだよ。その今の71とかじゃないけどさ、あの昔のその昭和の国へようこそじゃないけど、あの時とかはさ、あのほんとスガラスはもうほんと結構いいスガラスなんだけど、今の車ってもうみんなほぼ色入っちゃってんだよ。そうだから今度このさ、太陽日差し出る時にこのドア開けてさ、開けてこの窓ガラスに日を当てて地面に映り込んだそのガラスの色を見てごらん、薄い緑になったらさ、だから厳密に言うとあの銀座のフィルムの、なんだよこの携帯、銀座の動画でも書かれてたけど、透明断熱フィルムでもいいって書いてあるけどね、基本貼れないから、基本助手席運転席はあのフィルムは貼れません。それはね、あの特に車に詳しい人ならよくわかると思うけど、透明断熱だって場所によっては嫌がるからね、貼るの。うん、であとその透明断熱フィルムでよく言ってるけど、この出たらお前透明断熱フィルム貼れやって来てるけど、全然違えから、透明断熱フィルムなんてあんたら貼ったって貼ったって変わんねえもん。うん、全然違うんだって、この特殊フィルム、これね。あ、さっきも言ったけど、だからこれもし欲しい人いたら1メーターこれ8200円だからね、この特殊フィルム一般じゃ売ってないから。うん、はい、ネクスたわけが健太山田くん、健太山田くんからね。なんかあ、この子さっきもこれコメント来てたよね。うん、ネクスト。太郎田中くん、白線踏んでんじゃん、わらわら、みみっちいことにムキになってて受けた相手分かってたんですね。じゃあ普通にブストンで扱えばいいんじゃない。私が当てられた時は大してへこまなかったし、ああいいですよで済ましてしまったな。これってそこまで高級な車なんですか。いや今はポンコツでしょ。いや君が何の車乗ってさ、どういうのが価値観があるのか知らないけど、お前俺この車ね11年前に現行で買った時高かったんだからね、これね。いや今はポンコツで、今なんてねそれこそ安いのだったら買えるけどさ、ただね乗ったこともないのにね、よく車を批判してる子、もうセルシオに限らず何でもそうだけどさ、乗ったこともないのにねよく言えるよなって。こないだね、俺友達がさ、210系のクラウン買ったんだよ。うん、まあちょっとディスってやったよね。もう弥生県どうしよう、まあいいや、もういいよ、またペシャっとくこれしばらく。まあディスったわ、あれさ、
だからそういうことなんだ、要はね、要はクラウン、もしクラウン好きな子いたら、これ見てた子いたらごめんね。でもね、やっぱ所詮クラウンだよ、マジスタもそうね。確かにね、このセルシオはもうさ、生産終わりってもう10年経ったよ。確かにマルチとかさ、その辺の装備はやっぱ劣るかもしんない。やっぱね、あの車のね、もうグレードランクが全然違う、はっきり言って。本当に何、210系のクラウン、何新車でこんな、何600万近く出してお前これかよっつって、すげえよなーと思ったわ。って話なんだよ、その君たちと同じこと言っちゃうとね。ね、腐ってもタイなんだよ、悪いけど高級車ってね。よくさ、なんかそのセルシオにしてもさ、なんかセンチュリーにしてもさ、中古オツとか言ってるけどさ、ね、いや別に関係ねえじゃん、それが中古で乗ってようが、新車からずっとさ10年俺乗ってようがさ、ね、君たちに関係ねえじゃん。じゃあだったら君たちのさことで言わせてもらうと、じゃあ君の車とね、この車で測った時にね、悪いけどセルシオは当時ね、国産1位だからね。当時のトヨタがさ、ね、全ての技術をね、あの出して作った車がセルシオなんだから、ね、結局さ、まあ、LS に移すためにさ終了させちゃったけどさ、ね、今どんなにね頑張ったら多分セルシオを超える車ないと思うよ、国産で。うん、 LS 買わないんですかって俺よく来るけど、 LS ね、私好きじゃないんですよ、あれ。だってあれ威圧感ねえじゃん、それこそね、その126とか140とかさ、50みたいなセンチュリーとかさ、この30みたいにあるさ、この威圧感がないんだよね、 LS には。そうっていうとさ、日がみをずっと書くんでしょ、もう。はいはい、もう君たちのことで言っているとさ、そうなっちゃうんだよねえ。だから君は普通に扱ったんでしょ、だから、いや俺でブストンで扱ってるわ、これ、この時。そうじゃないの、違う。この子多分まあ若いんだろうね。だからもう、そう、別にどうでもいいんだけどさ、そう批判されようが何でも、この逃亡者は障害者、精神科に見てもらえ、カス死ね、ほらまたすぐ死ねだ、カスだとさ、もうすごいよな、もう何かあるとすぐ死ねだなんだもんね、もう参っちゃうよ、もう俺。そしたらじゃあ何回死んでんのよこれ、もうちょっとお腹すいたな、ごめん、ちょっと今動画、あの、じゃね、コメント、ねえ、てか俺って俺は思うよねえ、その君たちのさ物差しで全部測られたらたまったもんじゃないよ。じゃあ、まあ、じゃあまずね、もういいよ、俺も大人げないこと言ったけど、じゃあ君まず車何乗ってんのよね。いや、いや、その、いろんな車にはいろんな車の良さがあるけど、ね。うん。うん。こういう子たちには言われたくねえわって俺思うわ。うん。ドアパンはマイカー主すべてが、またベニックシュナイザー君？警察にフルスモ指摘されて直さないのはフルスモ自慢だろう？いや、別に自慢してねえわ。だから、自慢、まあいいや。まあこれ言ってるときりねえわ。正論にストーカーのレッテル張りでディスるだけで反論から逃げるのはどうなんだろう、わら。いやいや違う、いや俺は思ったこと言ってるだけだからさ、ねえ、これは言っちゃダメ。いやいや、お前あいつら、あいつなあれやばいでしょ、俺あんな運転する方のが意気がってると思うけど。で、今の俺の今の右から出たプリスなんて、お前さ、今俺の後ろケツビラだからね。あの急ブレーキ踏むんだよ、いつも。結局さ、ここで見ててみ、ここで行ったってね、行かなくたって変わんねえから、あれほとんど急がば回れだから。何今慣れ220、雨の中の高速で運転しながらスマホいじってると危ないよ、動画中で追突事故起こしそうになってただろ。ああこいつね、ベニックシュナイザーって。違う、あれさ、もうほんと、これもドアパンと一緒にいちいち言わなきゃわかんねえのが、この、湾岸線走ってるやつあるでしょ、動画。雨ん中のやつ。あれ見ててさ、最後、ダイバーシティの駐車場入るときに、右折でさ、俺クラクション鳴らすんだよ、パーって危ねえな、つって。多分この子はこれのこと言ってると思うんだよ。ね？あ、多分そうだよ。多分俺それに返したもんね。あ、そう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 。
本当わかんないやついんだよな、動画見てて。あれ対向赤だからね。もし俺今見てて暇だったら見ててみ、みんな。対向赤で止まってんだわ。それなのに俺の前にいた右折車が信号をね、青なのに止まりやがったから、これクラクション鳴らしたんだよ。そしたらこのベニックシュナイザーって子はそれを見てさ、追突しそうになってんつってね、携帯電話見てるから。いやもうその時見てねえよ、見てねえから止まれてんだ。さあ、確かにこれベニックシュナイザーってこの人やばいんだ、すごい。なんかいっぱいコメント来てんだけど、ちょっとさすがにここまで来るとさ、あれだよね。すまん、ちょっとドライブ行っとく。あ、ダメだ、ちょっと待った。あのね、この曲はダメ。この曲はね、あのね、ダメなんだ。あのね、あの著作権引っかかんだよ、俺。これ収益入んなくなっちゃうんだよ、これ。これダメ、この曲はダメ。そう、この曲ダメなんだよ。あの、総理車列追っかけてる初期のやつあんじゃん。あの、SP 出てくるやつ。これどこまで行くの？誰の動画がそう。あ、あれも収益すげえ良かったんだから、曲で引っかかってさ。そう、この曲はダメなんだよ。そう、今の曲はね、収益す、あ、ダメだ、この音楽出したね、これダメ。これで引っかかるんだよ、この曲。これダメなんだよ、これ。そう、これダメなんだ。ガンダムスタイル入っちゃった。全然話変わるけど、そう、さっきのさ、あ、ダメだ、だからこの音楽入っちゃダメなんだって、これ。そう、カンナムスタイルね。じゃあ、カンナムスタイルつなげて、さっきの韓国の話言っとくけどさ、その、なんだろう。まあ、中にはさ、その、英語わかんなくて聞いてる人も5万というのは知ってんだけど、なんだろう。俺もだから、ノースもサウスもコリアは大嫌いだよ。特に向こうにいるとさ、日中韓がすごいの、ほんと、バーサスが。何これはってぐらい、すっげえのよ、喧嘩が。あ、やべ、俺、左一歩、早かった。どうするすごいのよ。ね。俺、ボストンの時とかさ、チャイナタウンなんて行きたかねえんだけど、やっぱ行かなきゃいけない時とかあるからさ、行くんだけどさ、ワンパンマンミュージアム行っとく俺。だくそ。すげえんだ、ほんとに。もう日本人ってわかるとさ、ご飯出てこねえとか普通だからね。ほんとに。うん。いや、普通だよ、ほんとに。うん。で、まあ、そういうのがあるって、やっぱ俺も好きじゃないよ。だから、そんなさ、なんか、差別とかあんましたくないんだけど、ただね、俺、韓国に勝てねえなと思ったのが、いや、別に俺が出てねえよ。日本が勝てねえなと思ったのが、カンナムスタイルだね。ほんとに。いや、結局あれもパーティーロックのパクリだけどさ、パクリ、まあ、パクリかどうかわかんない。俺が作ったわけじゃねえからわかんないけど、カンナムはすげえなと思った、あれは。あれはアンセムでしょ。ほんとに。パーティーロックの次にすげえなと思った、あれは。もう。だって日本であんな曲ねえじゃん。ねえ、ペッパーやナッポはあったけどさ、あれは違うじゃん。あれはネタじゃん。ジャスティンがさ、やってさ、って話だけど、じゃなくてその音楽の何？その、なんつうんだろう。そういう系では、俺日本は絶対勝てないなと思った、韓国に。うん。いや、わかんないよ、車のさ、産業とかさ、その、何、ガーバメントとかよくわかんないけどさ、よくわかんないけど、でも、音楽は勝てねえなと思った。そう。カンナムはすげえなと思った。だってあれ、いまだに足踊るぜ、聞くと。パーティーロックもそうだけど。だって日本人あんな曲作れねえじゃん。ね。まああれはさ、まああれハングルと英語が混ざってるやつだけど、まあ、俺ハングルわかんねえからあれだけど、でもカンナムはすげえなと思った。あと、ダディ？うん。あれもサイの曲だよね。あんな曲作れないよ、日本人は。絶対作れない。うん。でさ、さっきのそのうちの女の話じゃねえけどさ、これいい曲なんだよねって聞いててさ、誰の曲だっけ、忘れちゃった。なんだっけなんとか J ソウル？なんでわかんないんだけど。ってのを聞いててさ、こいつ危ないな、どんどん飛ばしてんだよ。んで聞いてて、まあ、要は見覚えある曲調だったんだよ。まあ、俺日本の曲聞かない、ほとんど聞かないからわかんないんだけど。ね。んで、なんか曲調やっぱおかしい、一緒だよなと思ってさ、で、それ調べたんだよ。そしたらさ、いや、今そのほら著作権引っかかる曲あったでしょ？そう。要はその人が、
日本のその なんとか J なんとかに提供した楽曲だったんだよね。でも女はそれ知らないでさ、でこれはねそのあエグザイルだっけなんだっけわかんねえが作った曲なんだよねとか言ってて、俺絶対そんなはずがねえと思って、それで調べたんだよ。そう、そしたらだからそうだったんだよ。あーやっぱりねそれはねと思ったもん。なんだっけあのなんかあれなんか変な踊りやってるよね。 ごめんこれももしそれを好きな人がいたらごめん。うん、そういうつもりでディスってるわけじゃねえんだけど、うん、うーんだったよね。そう、それは俺も思ったね。だから結局はね日本ちょっとあれねちょっとごめんね、うん、別に日本ディスってるわけじゃねえんだけど、そうカンナムはすげえなと思った。うん、まあいいや、それはそんなことはどうでもいい。どうするこれいつまでべしゃってこう、これ結構喋っとるで今日。うん、まあいいや、じゃあもう今日はそんな感じね。ちょっと私も弥生期行きたいからワイパーつけないの？いやだからワイパーつけてねえよ。つけてねえからつけてねえんだよ。低能の集まりですね。だからそこれほらだからフィルム紹介してくださいとかもうこのさもうほんとお前コメントとかさせめてもう見ろや本当に本当に。ワイパーしないの。だからしてないからしてないんでしょ。取締り機回避しました。まあね、じゃあ今日はそんな感じでね。もうだよね、私お腹すく。この先お腹すいた。やばい、これまたベニックシュナイザーか。すごい。いや、これ全部なんなら全部読んでもいいぐらいな。なんかだんだん空が明るくなってきたんだが。ね、こんなべしゃってる暇あったらね、ガオが戻ってやればよかったね。スマートフォン見ながら車運転ですか。うん、まあでもね、そのほら、いやまあ、いや見てるよ。いや見てなきゃこんな見れないでしょ。喋れないでしょ。いやだってさ、左目で見ながら右目で運転できない。まあ いや、これ言うとまた始まるから、まあいいや。すいません。はい。すいません。まだベニックシュナイザー君。うん、確かにこれ100何件コメントされてるわ。もうさっきからそれしか出てこない。お前言ってること意見が統一してないよ。薬でもやってんの？小僧とかお前とかあなたどんだけ偉いの？なんだこの句読点の多さは。今更だけどアンチたちのチャンネル見てみると黒さんの登録してるやつ多いですね、それな。いやだからそう、じゃあ最後ね、じゃあ最後にこれ、うん、じゃあ最後このあの弥生県着くまであと数分、うん、もうこれ以上文見てるときりねえから、じゃあ最後ね、そうチャンネル登録でじゃあその話で締めましょう。嫌いなやつの動画をなぜ見る、そもそも。いや俺ね基本的にさ、YouTube 見ないんですよ。そう、上げるだけなのよ。そう上げるだけなんだけどさ、なんでその嫌いなやつの動画なんで見るので、見てなおかつさ、もう1から10まで1から10まで全部見てさ、それに対して事細かく全部コメントすんじゃん。なんで嫌いなら見なきゃいいんだ。そうでしょ、嫌いだからコメントでディスってくるわけじゃん。そのベニックシュナイザーくんとかさ、まあこの宮津スタッフくんだっけ、これはなんか最初なんかリスナーちゃんだったみたいな、最初黒さんってさっきも言ったけどさ、だったんだけど、なんかある日を境にさ、おっさん呼ばわり私されてるんだけど、うんね、それをなんでわざわざ見てさね、まあ毎回多分コメントしてねえと思うんだけど、まあこういう風にさ、動画に対してこの間もほらお台場のやつとかいろいろ上げてるわけじゃん、必ず動画見てさコメントしてくるわけじゃん。そういうのを見るとさ、なんでって思うの。俺の心理からするとね、分かんないよ、その僕ちゃんたちはさどういうつもりで見てるか分かんないから聞きたいんだけどさ、だって嫌いなやつ見たってさ面白くないでしょ。でまたこっち来ちゃって、だから友金だってあそこね、本当に。いやだってそうじゃん、俺はそのだからそのベニックシュナイザーもさっきいろいろ書いてあったけど、これは別に気にしてるんじゃない。確かに相手にはしてるよ、厳密に言ったら。
だってこの、ちょっと待って、今このアプリで見るわ。相手にすることによってさ、相手にすることによって、こうやって動画出すことによってさ、ちょっと待って、じゃあこのさ、すげえ腹減ってて、もう明るくなってきたよ。ほんと、ガオガ行って、これワンちゃんもう一回カニバサミやってもらえばよかったのに。じゃあこのね、どれ？はい、完璧ハイエース信号無視。もう今のなんてアウトでしょ、あれ。もう100キロぐらい出てる、今。俺だって車体揺れたもん。じゃあそのね、じゃあアンチ動画ね。アンチ動画、じゃあさ、このアンチ動画のさ、あ、これじゃあお台場のやつね。あの、女連れてさ、俺なんで家族って言われたんだろう。俺なんか いたのかな、子供乗ってたのかな、びっくりしちゃったよね。ね、これだってさ、ね、あ、まあいいや、ダメだ、これダメ。これはいつもと同じ変わんない、もういつもと変わんない職質の動画だから、これはダメ。じゃあ、いや、だからスピードね、出ていれば止まんねえんだ。ちょっと待って。もうね、目が眠いよ。じゃあこのさ、ほら、信号待ちのやつあったじゃん。信号待ちで、蒲田の絹田公園で声かけられてさ、うん。これだってさ、こんな喋ってさ、動画出すだけで、ほら、98ドルとかだよ、今。これ。こんな1時間べしゃった動画出すだけでさ、ねえ、1万円入るんだよ。ね、ちょろいでしょ。じゃあ次このお台場のやつ。あの、女の方じゃない。あの、湾岸線雨の中のやつね。ほら。これだって 73.45 ドル。だから、そうでしょ？だから。ねえ。じゃあちょろいでしょ？もう。だってアンチたちに向けた動画だよ。アンチたちに向けた動画で、アンチたちが顔真っ赤にして見てさ、ねえ、必死になってコメントピタ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 って打っててさ、だからこれ勇気にできねえんだってな。で、言ってる動画喋って出すだけでさ、ねえ、たかだかそれで1万円だよ、これ。ほんとに。なんで見るのかな？いやいや、見てくれた方がいいんだ、俺的には。面白いじゃん。ねえ。まあ、そういうことなんでね。ちょっとこれ、いつまでもやってると切れないんで。もう今日、これで終わりにします。はい。じゃあまたね。あ、じゃあ、アンチくんね、さっきその、さ、今日ね、その宮津スタッフくんだっけ？それはごめんね。これはじゃあ、これは君に送る動画にしよう。コメント来るかどうか知らねえけど、まあ見てるのは確実に言える。うん、そういうつもりで言ったわけじゃないからね。だから君のね、気分を損ねたんだったらそれは申し訳ないと思う。ごめんね。うん、別に俺はいいなと思ってないしさ、ね、じゃあそういうことでね。じゃあまた動画あげるんで、じゃあお疲れちゃんです。